美西美咲は、日本の元女子陸上競技選手。専門は中距離、長距離層。1985年2月24日、三重県渡来郡小幡町出身。伊勢市立明の小学校、伊勢市立小幡中学校を経て、三重県立内山田商業高等学校を卒業。高校時代に、第13回全国高等学校駅伝競争大会に、 宇治山田章のメンバーとして出場第2区を走った経歴を持つ。また、高校2年時の第54回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会では1500メートルに出場し、後にロンドンオリンピック代表となる吉川美香と予選第3組で同走している。高等学校卒業後には積水化学工業に入社。実業団入り数年は、 記録が思うほど伸びず、2009年には、恥骨の疲労骨折を二度起こすなどしていたが、体幹トレーニングの導入などで、体力強化に取り組んだ結果、2011年6月の、北連ディスタンスチャレンジ北見大会女子5000メートルで15分46秒64のタイムを出し、これを契機として、成績も安定してくるようになった。2013年6月の、 第97回日本陸上競技選手権大会女子5000メートルでは15分21秒73の自己新記録を出して日本選手権初優勝を果たし、これにより2013年世界陸上競技選手権大会日本代表に選出された。2013年8月14日、世界陸上競技選手権大会女子5000メートル予選一組に出場し、 レース途中でのベースアップに苦しみ16分16秒52このタイムで9位となり予選突破はならなかった。2014年6月8日、第98回日本陸上競技選手権大会女子5000メートルに出場し、終盤まで団子状態のレース展開から最後に抜け出して15分32秒74で2年連続優勝を果たした。2015年6月、 第99回日本陸上競技選手権、大会女子5000メートルで優勝し、同種目3連覇を達成。8月の2015年世界陸上競技選手権、大会日本代表に選出され、女子5000メートルに出場し14位。2016年6月、第100回日本陸上競技選手権大会女子5000メートルで優勝し、同種目4連覇を達成。 2016年リオデジャネイロオリンピック女子5000メートル日本代表に選出される。2017年11月25日、今季限りでの引退を表明。ありがとうございます。